初恋に戸惑った西条は幼なじみの北城に相談。するといいから素直になる、恋だな、恋しちゃったんだなと応援する北城だが、実は西条に片思い、気持ちを打ち明けられずにいた。北城さんは恋をどのように捉えていらっしゃいますか？近くて遠いものかね、私の場合。それが恋とは誰しもが語れるが、誰しもが正しく語れないものである。え、恋の定義を考えながら進んでいく。果たしてそれぞれの恋しちゃったんだな。ずっと好きだった幼なじみの恋を応援する切ない役どころを演じた西野さん、演じた感想を伺うと、なんならうまくいってほしくないはずじゃないですか。なのにけなげに、いや、やっぱ好きな人が幸せならそれでいいっていう、なんかもう究極だなって思いました、はい、そうですよね。でもやっぱ演じててもやもやとはしましたか？やってる時は全然平気だったんですけど、はい、その原作の漫画があって、はい、撮影期間中にもう一回読んだんですよ、うん、そしたらなんかすごいもやってしました撮影中に読むと違ってすぐなんか閉じましたお二人が撮影で印象に残っているのが、恋の相談をしながら鮎釣りをするシーン。恐れ入ったわ。その日にその釣りの先生に教えてもらってやったんですけど、その日に当日に難易度の高いことを、釣竿で鮎を釣って、それをこう持ってきて網に入れるっていうのが、それだけでも結構難しかったんですけど。確かに難しそう。その時結構セリフをずっと喋ってて、はい、僕の役が喋りながらそれをやるっていうのが難しかったっていう。ちょっと集中力がでも見事もうすぐできてた。1回目か2回目くらい、ね、すごい楽しそうだなって思いました。楽しかったです。全然積極的にいけないです。いけない、待つ。それ言われたら結構ドキッてしますよね。なんかなんとも思ってなかったとしても、はい。